ベルティエールの戦いは、第二次ハイチ独立戦争の最後の大規模な戦いで、フランスはカポアの率いるハイチ革命の最後を飾る戦いである。ハイチ反乱軍とフランス遠征軍の間で、1803年11月18日に戦われた。戦いの場となったベルティエールは、ハイチのノールにある。1803年10月末までには、 ハイチ反乱軍はすでにほぼすべての領土をフランスから取り返しており、フランス軍に残された場所は、ノアイユコのの守るモ,ルモールさん、ニコラ軍とロシャンボー死者区が5000人の部隊を率いて、守るカップフランソワだけになっていた。トゥーサン・ルーベルチュールが1802年に国外追放になった後、トゥーサンの補佐官の一人であった、ジャンジャック・デサリーヌが戦いを続けた。 デサリーヌはベルティエールの戦いの前に何度もフランス軍を破った。1803年11月17日から18日にかけての夜間、ハイチ軍はブレダトリデを陥落させるために銃を配置した。ここはトゥーさんがフランソワ・カッポワの下で漁舎として働いていた場所だった。フランス軍がトランペットで危機を知らせるとハイチ軍のクレルボーが 最初の一発を撃った。左方の砦から玉の嵐が降ってきたが、大きな馬に乗ったカポアは彼の反旅団を前進させた。シャリエまでの経路はベルティエールの銃の下長い警告が続いていた。フランス軍の銃はハイチ軍の多くの兵を殺したが、生き残った兵はカバネをよじ登り、撃った。カポアの馬も撃たれてよろめき、倒れ。 倉からカポアを投げ出した。カポアは自身で立ち直り、剣を抜き、頭上で振り回して走りながら、前へ、前へ、と叫んだ。ロシャンボーは、ベルティエールの城壁からこれを見ていた。カポアが前進すると、フランス軍の銃撃が突然やんだ。突然、戦闘が停止した。フランス軍の将校は馬に乗り、恐れを知らない、カポアに近づいた。 彼は大声で、ロシャンボー将軍はこのような栄光に包まれた将軍に参事を送る、と叫んだ。その後、彼はハイチ軍の兵士に敬礼して元の位置に戻り、戦闘は再開した。デサリーヌ将軍は最も若い将軍であるガバールに率いられた増援部隊を送り、ロシャンボーの護衛の敵弾兵であるジャンフィリップ・ダウトは、 最後の攻撃部隊を組織した。しかし、マスケット銃を手に、フランス軍と最後まで戦ったがバール、カポはクレルボーは、決定的な反撃を加えた。突然、戦場に雷が落ちた。嵐の中、ロシャンボーは、ベルティエールから軍を引き上げた。彼は敗れ、フランスがサンドマを失ったことを知った。翌朝、ロシャンボーは、 デサリーヌとの交渉のために、デュベリエを送った。この日の終わりに、交付文書が締結された。ロシャンボーは、軍の遺品を積み込むために10日間を費やし、サントマを離れた。傷ついたフランス兵は、フランスに帰れる程度に回復するまで、管理下で残されたが、数日後に歴史した。この戦いから2ヶ月も経たない1804年1月1日に、 デサリーヌは、ハイチ共和国の独立を宣言し、ハイチ革命を鎮圧し、奴隷制を再考しようとするフランスに、最後の一撃を加えた。ベルティエールの戦いでは、人類史上初めて奴隷軍が自由を勝ち取るのに、成功した。これ以来、11月18日はハイチで、軍と勝利の日として、広く祝われている。ありがとうございます。